ートありがとうございます。 AKB の時もひとみさん後輩なん、そうですね、うん、吹奏楽部の後輩です。ちょっとね今日はあんまりやらないです。ちょっとだけしかやらん、ちょっとだけしかやらないんですけど、なんか全然メイクもしてない。まあいいや、本当に5分10分で終わりにします。なんかね、まあアイドルの先輩って言ってもさ、ドラさんの時って言うてそんなに変わんないよね、入った時期。あんま変わんないよね、そんなめっちゃ先輩って感じでもないし。いや、メイクね、まあね、したんだけどね、した、うん、まあ今日一応まあトーク会だったのでしたんですけど、もう今日ね練習してたんですよ。あの30日公演なので30日の練習して、もうだから着替えちゃったし、メイクも来ました。今日なんかそう、あさってだっけ、いい公演、なんか練習してたら疲れちゃって配信しなくていいかなっていうか、やめようかなって思ったんですけど今日。でもなんか最近やってなかったから、昨日おとといとかも配信してなかったから、あ寒い、どうしようめっちゃ寒い、そう、やってなかったから、まあちょっとやろうかなって思って始めました。あと今日あれだったし、オンライントーク会やったしって思って、ちょっとだけやろうと思って、だけどちょっとしかやんないです。なんかね、配信しようって思って、その前にさ、帰ったら私靴下を脱ぐんですね。靴下脱いでなんかモコモコのなんかね、家で履く用のやつを履いてるんですけど、なんか靴下洗濯機入れようと思った、今日の朝洗濯機回してたの忘れてて、あ洗濯干さないでそのままだったって思って、で干しながらテレビ見てたんですよ。でなんかマツコ会議見てたんですけど、なんか面白かった、今日のマツコ会議面白かった。10代のなんか左目がもうバグってるなんか10代のなんていうの、作曲かたち、作詞作曲とかやってる人たちの3人が出てたんですけど、3人ともなんかね、なんとかカレッジバンドだっけ、なんだっけ、アプリで作曲してる人がその3人の中の1人にいて、
ってなんか、え、めっちゃいいじゃん、うちもやりたいって思って、なんか私はめっちゃ音楽やりたいけど、その家のあれとかもあって音出せないとか、声あんま聞く配信とかにも出せないとかもあってできないですけど、実際はだからなんかそういう機械系とかイヤホンでできるやつだったらできるなって思ってやりたいって思って、なんか調べたら普通になんかすでにダウンロードされてたいつか過去の私が過去の私はもうすでにダウンロードしてあったみたいです。使おうとしてたのか、ギフト読んでないね。ハートだるまハートたくさん、なんだっけ、バラだバラ、ありがとうございます。あ、 Mac にはもともと入ってんの？じゃあ iPhone の機能のやつなんだ。え、嘘、え、最初から入ってんの？え、最初から入っててさ、そんな使う人いるって言ったらあれだけどさ、なんていうの、でもそういう一部の人しか使用しないじゃないですか。それでも最初から入ってるんだ。へえ。ハートありがとうございます、ありがとうございます。ね、そういうのって何で決まってんだろうね。わかんないけど。他は何だろう。iMovie とかも入ってるっけ。なんかもともとあるやつって何だろう。あ、 iMovie あるよねやっぱ。なんかファイナルカット使うからあんまりあれだけど、だからそういう系のやつはあるってことか。まあ Apple のまあ、中の一つの、わかんないけど。クリエイティブソフト、なるほどね。何使ってみようかな。あれかも、なんかさ iPhone で使う、あんまりやんないけどさ、前なんか MacBook Pro 持ってるからそれでなんかやろうとしたのかな、 なんかでも見たことあった。暖房つけないよ、お金かかるじゃん。ハートありがとうございます。でもね、ちょっとあのね、怪しいんだよね。だいたいこのぐらいの時期になると私は決まって体調を崩すんですよ。毎年感染性胃腸炎だったりとかインフルエンザだったりとか何かしらの病に
明かされるわけなんですよ。このぐらいの時期大体からもうお正月頭とかにかけて、なのでまあ、要注意期間かなとは思ってますね。ハートありがとうございます。ページーズは、うん、そうね、パソコンとか昨日とパソコンなんかさ、そうだよね、ワードエクセルとかもさ、なんかお金かかるし、そういうの使ってたわ大学の時。ハートありがとうございます。でもなんか本当に興味深かった。でもなんかすごいよね、もうさ、時代がどんどんさ変わっていってるじゃないですか、そうやって。うん、なんか結構さ、何か違うことやろうとするとさ、こう正されたりとかさ、なかなか難しかったりするけどさ、なんか自分を信じてさ、どんどんそういう自分の興味あることとかやりたいこととかを突き進んでいった方が絶対これからの時代はいいよなって思う。あ、ダメだ、今日なんかもうめっちゃ顔ブサイクすぎてあんまり映したくない、どうしよう、もう何も顔直さないで配信始めちゃった今日ね。でも30日の公演終わったらゆっくり配信します。てかもう絶対5分10分過ぎたよね。あ、そう、ネイルね、今日朝ね、なんかネイル綺麗にしようと思ってね、キラキラにしたぜ。そのなんかね、そう、公演のなんか個人的ないろいろやらなきゃいけないこととか予定とかあって、なんか練習できてなかったんで、今日からちょっと30日のあさっての公演の練習マジでやんないとなって思って、今日特会終わってから練習してました。だからちょっとお疲れちゃんなので、もうそろそろ終わりにしたいと思います。明日トーク会違う、お話し会来られる方はぜひよろしくお願いします。なんか今日やってみて、こう普段はさ物とか、まあ、持てないじゃないですか。だけどこう物持ったりとかもできるし、なかなか遠くて来れない人とかやっぱり怖いから、なかなか SK の方とか現地だけどちょっとやっぱ難しいっていう人でもお話し会はできると思うので、オンラインっていうかそのネット環境、ネット環境でも結構大事だと思います。そう、なんていうの、声がさ途切れちゃったりするとやっぱもったいないので、Wi-Fi とかちゃんとしてるところにいた方がまあいいと思いますね。そうそう、
そんな感じかな。ネット環境は大事。まあスマホ一つあればでもできるし、なかなか普段来れない方とかもできると思うのでおすすめです。Wi-Fi 切って、あ、そうなんだ。 Wi-Fi 良くなかった場合は辛いもんね。じゃあ何なんだろう、じゃあさ、うまく聞こえない、こうなんかめっちゃ調子よく話せる人とね、やっぱりちょっとなんか喋ってくれてはいるんだけど、こうなんかあるじゃん、ズームっていうか、なんていうの、ズームはそうでもないか、なんかそういうさ話す系のやつでさ、話長文話すとするじゃん、間がなんかもう全部声聞こえなくなっちゃうみたいな、そう場合とかもあるから、ちょっとそこら辺は私はよくわかんないんですけど、まあちょっと気をつけて見てみてください。今日の話からエントリーうまくいかなくて諦めた。嘘。なんでだろう。何があったんだろう。なんかでも私のところ基本別に、なんていうの、売り切れとか完売とかはないと思うので、今後も全然 AKB さんの方とかもあると思うし、売り買いとかねあると思うので、ぜひ今後のためにも試し、まあちょっとお試しでまず、あ、こんな感じだってやってみるのもいいと思います。って感じで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。明日おしゃべりする方は会いましょう。なんかいつも来てくれてる人たちとかもう、なんかまた、なんだろう、なんかさ違った雰囲気っていうか、違ったみんなの一面を見れて私はとても楽しかったですって感じで終わりにしたいと思います。マイク基本ない、なんかさイヤホン、最近のイヤホン全部マイクついてない？そんなことない？なんかハートありがとうございます。まあちょっとマイクはまああった方がいいよね。じゃあそんな感じで終わりにしたいと思います。なんかショールームラジオ配信できないからさ、ショールームラジオ配信だしてよかったらめっちゃ配信できるけど、こういう時はちょっと難しいよね。ありがとう、誕生日めっちゃ来てるよ。なんかみんなでお祝いしたいよね。なんかさ私さ、一生に一度でもさあれ見てみたい、なんかさ名前ハッシュタグ名前生誕祭っていうのがさトレンドに入っているところを見てみたい。みんな12月19日になった瞬間につぶやくのじゃ、ハッシュタグで あれ何人ぐらいさツイートしたらトレンド乗るんだろう、わかんないけど つぶやくのじゃ。そう、まあそんなのはまだ先のお話なので。
まだだって11月だしね。終わりにします。皆さんありがとうございました。明日会う方はまた明日、明後日は公演です。じゃあバイバーイ、おやすみ。